わお、全然知らない。なんだこのラピュタ、全然知らないぞ。え、全然知らないぞ。エンハーサ、あらあら、人がいる。ここは永遠なる魔法王国ジール、すべての望みの叶う場所だけど、その代償がどのくらい高くつくかは知らないけれどね。うわ、びっくりした。私ってびっくりした時にびっくりしたって言うよな。あら、不思議な旅の方たち、これも夢の続きなのかしら。ようこそジールへ。我が魔法王国ジールを導くのは女王ジール様。この世に二人といない美しく偉大なお方ですよ。今日のジールがあるのは全て女王様のおかげです。先王亡き後、女王様がこの王国の魔の力を高め発展させたのです。すやすや。ようこそエンハーサに。エンハーサは魔法王国ジールの夢見る街です。眠りの喜びの中で真理を探しているのです。おや、しかしあなた方は。はい、天命火水の星の力により生み出された武器防具はかつて女王の命令で北の宮に封印された。北の大地に見えるのがその入り口だが、もう誰にも近づけるのだよ。北の大地に見えるのが、あー、あの三角形ね。なんで、なになになに、あ、武器が封印だって。すぐ人から聞いた話を忘れる。北の宮の扉は強力な術で封印されています。我ら光の民ですらあの封印を解くことはできません。これお店だよね。おっと、なんだい、何この子、変な感じ。どうしたお前、その動物うまいか。黒い風が鳴いてる。なるほど、中二病か。あなたたちのうち誰か一人死ぬよ、もうすぐ。何それ、いきなり何なの。黒の、なんだか気味悪いよ。あのチミ変、でも悪いやつ違う。ここは回復の泉、さあ旅人よ、心の傷を癒し命の渇きを潤しておきなさい。女王様の宮殿はこのジールの中心、西の大陸の頂から常に世界を見守っていてくださる。だから私たちもこうして安心して夢の中に安らうことができるのだよ。みなみな、北の宮の中は一体どうなっているのかな。あの封印を解く鍵も宮殿にはあるのだろうけど、女王様のご命令じゃな。もうこんなとこまで。うん、そうなんよ。いい、宇宙は命の数だけ存在するわ。見えるものを触れるものだけが本当と思っちゃダメよ。オカルト好きの私がよく聞いたことのある話ですね。夢の中にこそ真実はある。夢の中にこそ宇宙はある。はん？西の大陸の外れにあるのは魔術都市カジャール。さまざまな魔術の研究を行っております。飛行船、ん？これはカラス？黒カラス？黒蝶？黒蝶？黒蝶ってなんだよ。カジャールで整備されるのですよ。話を聞くだけかい？はあ、知恵の道。天を経由して地でワープするのが、不思議だ、全然わけがわからんぞ。やはり天と地を行き来するしかないのですね。
あら綺麗。わあいい、こういうの超好きなんだけど。好きだカジャール、これか。王国ジールにさらなる光をもたらす女王の計画のため様々な研究を行っております。あら、あなた方の力は私たち光の民のものとは少し感じが違うようですね。なんでしょう、不思議な優しさを感じますわ。何でも原始時代にあったという虹色の貝殻と太陽石を合わせれば素晴らしい武器やアイテムが作れたそうだよ。でも今じゃそんな技術を持つのは命の賢者様だけだし、それに星の力は捨て去るようにってジール女王のご命令もあるしね。ああ、花はこんなにも美しく満ち足りているというのに私は花になりたい。はい、回復の泉。南の小大陸に見えるのがかつての太陽神殿だよ。星の力を秘めた太陽石を祀っていたのだけれど、新しいエネルギーが利用されるようになってから完全に閉ざされてしまったんだ。北の宮と同じようにね。もう古い星のエネルギーなんかいらないんだってさ。珍しいことに最近邪気様の姿をよく見かけますね。なんだか落ち着きなくあちこち出歩いているようですが、話し相手と言ったら姉のサラ様といつも連れて歩いているあの猫くらいのもの。一体邪気様は何を見て何を聞いていらっしゃるのか。ジール女王には二人のお子がおられる。サラ様と邪気様だ。サラ様は素晴らしいお子であられるぞ。人並み外れたすごい魔力を持っておられるのだ。あれだけの力があれば人生はもうバラ色であろうな。ないものはよく見える。そもそも我らの力はどこから来たのであろうか。なぜ実の力を持つものと持たないものとが存在するのか。あら、変わった気をまとっておられますね。やはり術を使われるのですか。けど私たちのものと比べると随分と原始的な術のようですわね。地の民と呼ばれる魔力を持たぬ者たちは雲の下で昔ながらの暮らしをしています。所詮彼らは私たちのような特別な力を持った人間ではありませんものね。あら、ヌーさん、何をしてらっしゃる。ここプラチナ製防具ある。でも女王様の許しないと売れない。喋った。研究しとんな。このジールには名、時、理の三賢者様がいらっしゃいます。命、名、術や知恵で彼らにかなうものはおりませぬ。噂ですがサラ様の魔力は母親である女王の力さえはるかにしのぐということです。それに引き換え弟のジャキ様は王家の血筋であるというのに全く魔力を持たないらしいのです。わしは術の力を高める魔法のカプセルを研究しとるのじゃ。マジックカプセルのこと。しかし最近よく大切なカプセルが消え失せてしまうんじゃが、きっといたずら好きのヌーメが隠し回っとるに違いない。全く困ったもんじゃわい。宮殿に不思議な預言者が現れたという噂を聞きましたよ。詳しいことは知りませんがすごい魔力の持ち主だそうです。水は風を呼んで、風は火を踊らせる。昔賢者様から教わったのですが、太陽石には太陽の無限の力を蓄えることができたのだそうです。ただし力を使い果たすと輝きを失ってしまって暗黒石に変わったとか。知っておるかね旅の人、暗黒石を日の当たる場所に寝かせておけば失われた輝きを取り戻すことができるのじゃ。ただしそのためには気の遠くなるような長い時間が必要でな。あの輝きを目にすることはもう二度とあるまい。はい、把握しました。
中央の海の底に見えるのが女王様の偉大さの証、海底神殿です。海底神殿はあらゆる命を導く輝きの源となるのです。王偉大なるジード女王よ。多くの地の民たちが海の底で神殿建設に当たっております。あのような者たちでも役に立つ時があるのですね。うん、これは後々痛い目を見る奴らか。なあなあ、そうやって人を見下して後から痛い目を見るパターンじゃないのかい。そうじゃないのかい。そうであってくれ。海底神殿はまだ建設中です。計画に少し遅れが出ているのです。青い海の底の永遠なる神殿、完成したらさぞ美しく立派なものになることでしょう。ご覧なさい、あの巨大な鳥こそリの賢者ガッシュ様が設計された国鳥号です。自由に空を舞う様はまるで生きているかのようです。ガッシュ様はやはりすごい。あ、ここも見とけってこれか。うわお、不穏でしょうねー。なんだお前ら。え、どうだ調子は。おお、異常なしです、ダルトン様。当たり前だ、異常があったら困るだろう。それよりなんだお前たちは。ん、そのいでたち、お前たちが預言者の言っていた計画を邪魔するものか。そうなの。ここは奴がどう出るか様子を見るとするか。まあ奴がそう簡単に尻尾を出してくれるとは思えんがな。はっ、なんのこっちゃいな。こんなでかいもんが飛ぶとはお前らにはとても信じられんだろう。残念ながらね、遠い未来にはジェット機という乗り物とかがあったりするんですけどね。ノアの箱舟よりでかかったりするのかな。小さな洞窟？大地の方にもありましたが。ジール宮殿、もう音楽が平穏じゃない。ここは女王様の宮殿、我がジール王国の中心ということは、すなわちまさに宇宙の中心ということです。はあ、こういうやつらおるよね。海底神殿への入り口は女王の間にあるらしいよ。でもまだ神殿は未完成なんだけどね。大いなるエネルギーの源は海底深くで眠っておる。その確かな位置が判明したため、今回の海底神殿建設の計画が実行に移されたのじゃね。この辺の長ったらしい話が一通り終わるまでは続けるか、今回。あの旅の預言者は本物じゃぞ。何でもかんでもピタリと当てちまう。まるでこれから起こることをすでに知っているかのようじゃ。君が悪いわい。未来から来たのかい。私らも未来から来たから預言者だよ。緑はお好きですか。旅の方たち好きです。まあ私も大好きなのです。でも命の賢者様からいただいたこの若木を女王様は燃やしてしまえと。緑を守る力を持った不思議な若木だと賢者様はおっしゃっていたのに。ああ、どうしたらいいのでしょう。上よ。そうですよね。いくら女王様のご命令でも賢者様からいただいたものを燃やしてしまうなど。わかりました。この若木はどこかに大切に植えておきましょう。いつか緑を守る人のために役に立ってくれるかもしれませんもの。おお。こういう木が未来に残っていてくれることを願うぞ。未来に行ったらなんかこれ影響あんのかな。こういう、ああいうちっちゃいさ、ところで、ちっちゃいフラグが立っていくの結構好きなんだけどな。ちょっと背中してくれる、こちょこちょしちゃう。やった。うん、そこそこ。はう。
ありがとう。ヌーのこちょこちょポイントを見切った。それはよかった。あの男は少し前にふらりと宮殿に現れ、確かな予言で女王の信を得たのだ。奴がどこから来たのか誰も知らない。我ら光の民ではなし、無論地の民でもあるわけもない。いや、わからんよ。地の民かもしれないしょ。知ってるかい、旅の人。エンハーサやカジャールには、リの賢者がガッシュ様の秘密の部屋があるそうだよ。あらららら、自分の世界かい？あらららららら、自分の世界かい？あらららららら。あ、これ下かい？あ、これ下かい？あ、ヨシーさん、いらっしゃい。お帰りなさい。反逆さん、いらっしゃい。はてな、どうした？魔神器や海底神殿について知りたいならば、三賢者様か女王様にお聞きするのが一番ですな。じゃがここだけの話、今の女王様ではどんな答えが返ってくることか。やっぱりなんかあったんだな、女王様。なんかそそのかされてるだろ、絶対。以前は女王の右腕、ダルトン様が海底神殿の計画を仕切っていたのだが、今では旅の預言者が計画を進めている。しばらくはダルトン様の近くには寄らないようにしないとな。ありゃ、かなり荒れてるぞ。わあ、やられとるがな、女王様。完全にそそのかされとるがな。海底神殿が完成すれば、我がジール王国は永遠の光に包まれる。コイン多い？そうなのよ。そのヨシさんという方がね、コイン箱をしてくださってね。なんか、キャンペーン中か何かと。らしいよ。ゲームです。あれでしょ、お酒が映ってたからね、サムネにね。お酒を開けて今ゲームやってる。女王様はきっと人に言えぬ苦しみ悲しみにお一人で耐えてこられたのではないでしょうか。大きなものを得るときは失うものもまた大きいもの。そのおかげで今日のジールがあるわけですけれども。あ、ミラージュさんいらっしゃい。見て、時間180分やってます。おかげさまで。ここお休みの前続く。お、グラン、リオン、元気か、お前ら。どうしてるかな、命の賢者のじいさん。やってらんないよな、全く人間ってのは。グラン兄ちゃん、僕風になりたいな。ああ、なれるさ、いつかきっとな。お前ら久しぶりだな。でもこの時代のお前ら、俺のこと知らないだろう。え、ドリン兄ちゃん、またエンハーサに遊び行っちゃったね。ああ、姉ちゃんは夢が好きだからな。僕は風の方が好きだな。ビビューン。国長号や海底神殿の設計をなされた李の賢者ガッシュ様も行方がわからないのだ。王国ジールを導いてきた賢者様たちが3人揃って姿を隠してしまわれるとは。時の賢者ハッシュ様はどこかの小島でひっそりと時間の研究を続けていると言われます。時の卵を作られるとか。しかしもう何年もその姿を見たものはありません。お、どうしたどうした。ここ魔人鬼の前続く。あ、そうなの。あら、そう。良いかな。大地は生きておる。長い時間をかけてゆっくり動き、平地は山に、山は海に。今は誰も近づけぬ北の封印宮や太陽神殿ですら、何千何万もの年を経れば道が見つかるようになるのかもしれんな。まことか。魔人鬼の魔。あの預言者の木は憎しみと悲しみに満ちております。あのままではいずれ自らを滅ぼしてしまうことでしょう。自分の愛する者さえ道連れにして。
預言者って誰だ？この先は魔人家の魔女。すごい気のみなぎりじゃな。さすがラボスエネルギー。ほう、ラボスエネルギーとな。あなた方も魔人家を見にいらしたのですか？はい。やっぱり偉大なるラボス様のパワーのうねりビンビンきますよね。ああ、うるうる。ほう、ラボス。これこそがジールの力の源、ラボス様の無限エネルギーを引き出し増幅する魔人機です。この辺はストーリー覚えてないな。いや、私も一周目チラ見してた身だけど、この辺はさっぱり記憶にないね。魔人機をコントロールするには引き出すエネルギーを制御できるだけの強い魔力が必要となります。三賢者様以外で魔人機を扱えるのは今ではもうサラ様だけです。女王様の娘のサラ様かね。三賢者様が王家に伝わる赤き石よりこの魔人機を生み出されたのです。計画のリーダーの命の賢者様はラボス様についていろいろと研究されておりました。それで三賢者の一人命の賢者様は女王の計画に反対なさってから姿が見られなくなってしまった。まさかとは思うが、この賢者様たちも全然私記憶にないが、誰だろうね。500ml ビールを2缶目。全然コメントしたり、ユーザーさん同士で会話してくれてもいいよ。魔人機が完成してから女王は別人のように冷たくなられてしまった。ここだけの話ですが、女王に逆らえば地の民だけではなく光の民も情け容赦なく消されてしまうという噂が。噂じゃないと思うわ、真実だと思うわ。残念ながら魔人機を海底神殿に移せばラボス様からより強大なエネルギーを得ることができる。我ら光の民の最後の望み、不老不死も夢ではない。王、偉大なる女王よ、我がジール王国は永遠なのだ。こりゃ行っちゃってますね。ん？コナン君の出番じゃ。殺人事件だってか。これはいけないですね。こっちだ、さっき行き損ねたやつ。ここ下の階ね。女王の2人のお子様、サラ様とチャキ様は本当に仲の良い姉妹兄弟ですわ。これでもう少しジャキ様がサラ様以外の人間にも心を開いてくだされば。あら、あなたの持っているそのペンダント、サラ様のものとよく似ていますわね。でもサラ様のペンダントのような神秘的な輝きはありませんのね。ほうほう、謎は深まるばかり。ここに来て謎だらけだ。まだ行ってないとこあったね。右側。あれ、あ、ここか。お、姉上。ずいぶん年の離れてるように見えますが。あら、お帰りなさい。どうしたの、ジャキ。黒い風は感じるのね、不吉な気を。大丈夫よ、心配いらないわ。さ、これを持っていきなさい。これお守りよ。もしもの時邪気を守ってくれるよう私の祈りが込められているわ。いつでも私がそばにいてあげられたらいいのだけれど。でも母様の計画が。あんなやつ母様じゃない。姿形は母様だけど中身は別のものだ。そうね、私もそうだと思うわ。それでも私にはごめんなさい、ジャキ。お、失礼いたします、サラ様。女王様がお呼びです。至急海底神殿の方に降りていただきたいとのことです。わかりました。それじゃあジャキ、行ってくるわね。あら、あなたたちは。
サラ様、お急ぎください。遅れると私が女王様に。ええ、ごめんなさいね。女王様、これやられちゃってますね。相当いかれちゃってますよ。向こう行きなよ。あら、連打しちゃう。あ、全然変わんねえよ、俺。サラ様のペンダントは魔人鬼と同じ赤き石から作られたのだそうです。サラ様がペンダントを手にして魔人鬼に祈ると不思議な輝きを放つそうですよ。お母様行かれちゃってるのか。そう、ここのね、天の世界の女王様がね、明らかにちょっとね、誰かにそそのかされて行かれちゃってるのよね。でも誰だろうな、預言者。預言者って誰だろう。おお、確かに同じペンダントだね。これマールのペンダントでもいけんじゃね。この封印の扉は外からは開きません。サラ様のペンダントのような術を破る強力な鍵でもない限り。あら、そのペンダントは。でしょう、そっくりっていうか同じだと思うんだよね。サラ様が魔人鬼に祈るとペンダントが不思議な輝きを放つと聞きましたが、女王が海底神殿に降りられるとかで、その間ここは誰一人通ることはできませんよ。そうなんですよ、そっくりなんですよ。ですよね。あ、開かないんかい。やっぱり開かないね。不思議、なんでだ。あれ、このマーク、不思議な力で閉ざされている宝箱じゃないですか。そこに気づく私、できる女。しかしどこに行けばいいんでしょうね。んー、あとなんかあったかな。がっつり攻略見てきた。左奥の間、左奥、さっき言った魔人鬼の間だね。ここに行き、ちょっと失礼。ここの奥に行って、何、ペンダントにパワーを補充だって。なかなか分かりにくくないですか。これでいいのか。甘栗食べようとしたら毛虫が寄ってきた。何、おやつ食べたいって。ケムケムケム、スイッチでパネポン、いいな。本体付属のコントローラーは十字キー単独。そういうことか、比率の問題ね。4対3のゲームを16対9に移すので。あ、そっか。え、じゃあ比率変わっちゃってるんですか。横長になっちゃってるとかそういうわけじゃないですよね。横幅はちゃんとしてるよね。この画面だって、画面、テレビ画面自体は横長だけどちゃんとしてるし。でもパネポンやったら確かに比率おかしくなってたかも。喋ってる間に開いた。エイラ行く、ガンガン行くぞ。黒もうね、私さっき攻略でチラッと見ちゃったけどさ、見なくてもわかる、これは捕まるやつこれは捕まりますよ、絶対に。ほら何者だってなるよ絶対。なんで迂闊に入っちゃった。あ、出たー、預言者。あれ、預言者、
その者どもこそ私の警告した災いをなす者たちです。何？異国の者よ。お前たちも賢者ども同様、このジールに盾つくというか。たわけた連中めが、ダルトン、そやつらを捕らえろ。は、心得まして。ゴーレム。おっと。左右に空白を埋めるのでゲーム自体の比率は変わらない。あー、うん、ですよね。ちょっと横長になっちゃってね、そんな美しくないことになっちゃったらそれは嫌だよね。もうパネポンの使用感がそんなに良くならないんだったらな。わお、HP を半分にする。そんな厄介なことしてくるか。あ、待って待って、マールの位置が変わっている。マールが真ん中になってる。ちょっと、これか。あれ、あ、大丈夫か。あー、マールが真ん中になっちゃっている。ちょっとちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとお待ちなさい。これはあかんぞ。これはあかんぞ。なになになに、どうした、どうした、いきなり。ハイポーション。ちょっと待てよ、ちょっと待っておくれ。真ん中回るか。オッケーオッケー。自分の回復でいっぱいいっぱい。え、マール回復薬言うけどさ、もろすぎる。次はエラかい。ちょっと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 待って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 。三段キック、やばい、死ぬて。真ん中だからこれマイル、前にマイル、マール。エイラーにこうか。シャン、もうなんだとなかなかやっちまったね。俺たちのゴーレムを許せんな、貴様ら。捕まるよね。安心しろ、すぐには殺さぬわ。あらゆる悲しみ、苦しみ、そして恐怖を味わわせてやる。わらわの計画に逆らったことをたっぷりと後悔するがいい。これは捕らえられてますね。バカなやつら。姉上どうするつもり。この方たちをお助けしましょう。無駄だと思うけどな。それにこいつらを逃がしたりしたら姉上が。大丈夫よ、私は。それにこの人たちなら賢者様を助け出してくれるかもしれない。捕まってから解放されるまでのスピード半端ねえ。大丈夫ですか。さあ急いで宮殿からお逃げください。そしてできることなら命の賢者様をお助けしていただきたいのです。命の賢者様は計画に反対したため嘆きの山に幽閉されて。お願いです、どうか賢者様を。おお、そうはさせぬ。これ以上お前たちに私の邪魔はさせぬ。ここいらで消えてもらうとしよう。いけません。やめろ。よかろう、そいつらの命は助けてやる。その代わりあなたには力を貸してもらうぞ、サラ。さあ、お前たちがどうやってこの時代へ来られたのか、来られたのか教えてもらおうか。
こんなところから。さあ、サラ、こいつらをその中に放り込んだら、そこに結界を張るのだ。嫌です。私の言う通りにしなければ、その者たちの命はない。わかりました。めちゃめちゃ眩しかったぞ今。ごめんなさい。あの預言者なぜ私たちを殺さなかったのかしら。あいつらラボスの力吸い取ってた。吸い取られたらラボス弱ってないか。そういえばこのペンダントで開くドアの紋章、あの時代以外で見た気が。見たね。行ってみよう、クロノ。はーい。滅びた未来に行けばいいのね。あれれ、あれれれ、ここだ。さてさて、とりあえずドームに行けばいいんでしょ。あ、でもそれにはいちいちこの辺を通っていかなきゃいけないのか。あれ、どうだっけか。これバイクか。オッケー。適当適当、操作しなくていいんだすにゃー。ずっと前にいる。もう思った以上に前にいるな。思った以上にしっかりと邪魔してくるやん。どこ行くの。あとね、あの封印された宝箱をね、一通り見に行くの。めっちゃ邪魔してくるやん。おー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 、ゴールどこ。そろそろ、いやもうちょっと、あ、そろ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 、あー、プロメテドームじゃなくてなんちゃらドームなんかいっぱいあるじゃん。その辺のね、宝箱を開けに行かなきゃいけないらしいよ。宝箱じゃないわ、扉だ。どこにあったっけ、さっぱり覚えてないからさ。ここだっけ。宝箱じゃなくてさ、なんか扉もあったしょ。宝箱はここではないか。なんかこの辺？この辺にあった？地下水道跡？アリスドーム？アリスドームにもあったっけ？まあなんかめんどくさい。ここだっけ？現代は鍵解除した後に過去に戻って開けてから現代も開ける。え？過去の宝箱先に開けちゃダメなんじゃなかったっけ？未来のやつから先に開けるんじゃなかった？違ったっけ？過去の先に開けたら未来の中身なくなんない？いやでも、宝箱じゃないんだわ、今探してるのは。扉よ、扉。なんかさっき、紋章のある扉あったよねって言ってたから、それを開けに行きたいんだけど、どこだっけ？まあ、こういう時は攻略を見るに限るんだぜ。